おーい、じゃあやっていこうと思います。お願いしますと。さあ、行くぞ、ずん玉の清。まだ君の活躍シーンが撮れてないのよな、清さん。ここら辺でお願いしますよ。龍舞という手はあるよね。エナボーもないことはないけど。ああ、まあそうだよな。大体そうなんだから。よしよし。まあもしかしたら持ってるかもしんないけどね。このね、初手のキラフロルはね、キルラキルって感じですから。ぬしょ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 、オッケー。タスキ？はい。まあ普通のやつね。まあおそらく毒化粧ですかね。あ、はい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 。もう、いにしえのな。でもこれ強いよな、普通に。ステロ毒化粧はな。じゃあここで龍舞で。多分、ああ、そうだね。はいはいはい。もう完全初手偵察型のやつね。じゃあここで舞えたのは美味しいかもね。清はね、なぜか竜の舞をね、ずっと昔から覚えるポケモンで、で、鈍感に威嚇無効がついたので、まあそういった意味でもね、ランドロスとか出されても A が下がんないっていうね。まあ下がんないだけで倒せるとは言ってないんですけど。まあ、ただ技がね、難しいのよね、なかなか。さあ、これで相手捨ててくるから、これもう一枚しないとな、バドレックスとか抜けないんだけどな。まあ、しゃあないわな、ここで。無駄死にするわけにもいかないしな。さあ相手としてはもうバンバン剤ですよね。ステロ巻いて毒ビシ2回巻いて、で戦闘のポケモンも毒にしてと、もう何の文句もない、よどみない動き。うわー、これな、ランドロス来てほしいだよな。できれば威嚇無効知らなくて、清のこと知らないだろ、鈍感なんて。うわー、知ってる人だ、ちゃんとしとるわ。ここでバトレックス来るのはマジでちゃんとしてる。まあ清の S の種族値も知ってるんだろうな、ちゃんと。そうです、1枚じゃ全く抜けません。まあ、持ってたら轟く月も抜けねえからな。ほなやるしかねえか。あれ見してやるわ。これ絶対落ちるんで、あれやるしかない。いくよ、見てて、見てて、いくよ。んー、清し、それほんでずるすぎる。いくぞ清し、やったれー、オッケー。これはこれ切断される、さすがに。鉢巻きじわで当てやがった。これやばすぎでしょ。いや、ぶっちゃけ最悪鉢巻き出るだけでも OK だったんですよ。イナラケ発動しないから、毒で死ぬんで。ただ地割れまでやってくれた。いや、これ地震とかに逃げなかった俺もすごいと思ってくれ。まあ、逃げるしかなかった、あ、逃げようがなかったんですよね。ぶっちゃけ地震で削ったところで負け確定なんで。いや、地割れいってよかったわ。家間のは気持ちいいね、マジで。これはさすがに犯罪なんだが。いや、ずん玉の清、お前にそんな底力があるとはな。だこういうことなんですよ。龍舞プラス地割れなんですよね。こういうことよね、ポケモンギャンブルって。勝った、ほんで。B 役か。ちょっと待てよ。この試合を負けるわけにはいかないわ。清のためにも。清に捧げます。待てよ。冷静にいけ。絶対負けられない、ここから。平乱者全抜きされるパターンはないとは思いたいけどな。変なことしない方がいいよね。あくびで、いや、ここバックして変に地震来ても最悪なんで。寝てもいいから、ホトンゲーザー打ち続けよう。ちょっともしかしたらここから長くなるかもしんない。ウェーブタックルか。悪くないな。正直、落としてくれたらそれがいいんですよね。だから俺バックしなくてよかったわ。ストリンダー落ちるのが負け筋なんで、むしろネクロズマ雑に使って、しっかり死に出ししたいぐらいだな。ウェーブタックル、あくび。で、アイテム発動してないんで、眠るとかの可能性もある。あ、殴るか。でも俺、降参しないってことはなんかあるんだろうな、きっと。まあ、付き合いましょう。付き合いましょうというか、これは普通に。絶対負けるわけにはいかない。長くなったらごめんなさい。まあ、早送りして下ネタばっか言うかもしれません。ただ分からない。まだ分からない。別にこのまま倒してくれるならそれはそれでいいし。あー、やっぱあんのか。眠寝子なのか、眠カゴなのか。とにかく、本当に事故りたくないんで、すべてのヘイラッシャーのその行動を確認してからのね、眠カゴね。眠る、あくび、ウェーブタックル。寝言はさすがにねえか、この感じなら。よな、とは思いながらも、目を覚ましたらいいよ、悪くないよ。だから、まあ、すねむりするならすねむりするでいいし、ウェーブタックル、いやー、どうかな。もうでもこれ、本当あ、もう耐えなくていいんだよ。ネクロズマさえ死んでくれたら勝ちっぽいけどな。いやー、清のためにも、清のためにも絶対最後まで。集中。この試合だけは集中。あんなね、鉢巻き地割れ。眠るか。
寝言ないとは思うけどね、さすがに。ないとは思うけど、これ、すねむりになったんで、一応そこ確認してからにしましょうか。スーパーネムネゴウェーブタックル救助で、ね、ストリンダ死んでも負けなんで、こっち焦る必要全くないんで、これで行動するかどうか。しないか。しないね。しないのは、オッケー。じゃあ、ほぼ勝ちだな。とはいえ、すいません、もう一周させてください。まあ、相手的には多分これでフォトンゲイザーの PP 枯らせばワンチャンあるみたいな感じかな。おそらく。まあ、眠る間に合ってますしね。でもいいですよ。フォトンゲイザー打ち続けて、これで寝言隠したらマジ天才すぎるけど、さすがにもうそれはないんで。すいません、長くなりますけど。あ、オッケーオッケーオッケー。もうさすがに大丈夫。このターンじゃあバックします。ここで、寝言を一周分ね、温存してたらもうそれは天才ポケモンプレイヤーなんで、もう大丈夫。これで勝ちかな、おそらく。どのテラスであれ。これでもう一ターン相手動けないので、こっちがまあ2ターン動ける。ね、足勝ってるはずなんで。大丈夫でしょう。ステロも関係ないでしょう。で、毒ビシも一応なくすでしょう。動かないよね。まさか動かないよね。なんかの間違いでね。ないよな。OK。ほな、ノーマル爆音波で、おしまいだろ、これは。OK。マジで嬉しいわ。いや、清志、あんなことできるんだな。あいつも強くなったな。まあ、関係ないけどな、別に。ただ、地割れ打っただけですけど、鉢巻き出して。別に、竜の前がどうこうとか全く関係なかったけど。あ、テラス。まあ、大体大丈夫と思うけどね。まあ、仮にゴーストでも間に合うと思う。あ、フェアリーか、オッケー。より大丈夫や。多分。いや、よかった、よかった。いい試合だったぜ、これは。さあ、爆音波。ちょい残るぐらいですかね。よいしょー。あー、いいね。素晴らしい。あ、でもヘイラッシュもなんだかんだやっぱ HP あるから、特殊も耐えるんだな。これも結構いいパワーですけどね。ノーマルテラス爆音波。そのスプレーなし状態でも。よう耐えましたが、まあさすがにここまででしょう。勝ったでしょう。OK! もうこれはもうずんなまきよしさんに盛大な拍手を。はい、じゃあやっていこうと思います。お願いします。相手はグラドーンたちと愉快な仲間たち。ガブとグロスがおるで。そうね。どうしようかね。竜の前しときましょうか。 S は勝ってそうだけどな。相手振ってなければ。 OK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  かは知らんけど、バックしてこないか。クレセとかいるなら出てきそうですけどね。ここら辺トリック。何でもスカーフじゃないね。なんだ。あー、ハチャマキ悪くない。あ、ハチマキ交換。珍しい。珍しいな。ハチマキとハチマキ交換したわ。じゃあ一応アクアブレイクで、クレセの可能性結構あると思ってるんで。ああ、ないか。あー、いいパワー、いいパワー。そりゃそうだよな、竜前ハチマキだから。叩き落とす。ハチマキなくなった。なんだこれ。なんかすごいメタグロスに好きにされてるように見えるけど、全然悪くないですね。これで打ち分けできるようになったんで、これはこれで。だから結局別に竜前1段階のただのナマズが残っただけですよね。こっち目線全然悪くない。トリックして、ハチマキ落としちゃうんだ。へぇ。全然悪いことではないな、こっち目線。はぁ、テラス切るの、ここで。ちょっとわからんな。でもそれ、どういうこと？ノーマル？大爆発したいってことか。もしかすると。トリック、ハタキ、ボマーとか？だからそれ落ちると思うけどな、多分だけど。落ちるでしょ。まあ、だよな、そりゃそうだよな。まあ、ハチマキなくなったとはいえ、アクアブレイクより火力高いですから、普通に。今の感じなら落ちるますわな、そりゃ。まあ、確かにアクアブレイクだったらワンチャン耐えそうではあった。でも、それだったらテラスする必要ないもんな。まあ、これはちょっと普通にお得だったかもしれません。さあ、誰が来るかな。あ、出た、コラッタと書いてグラード。もうこれはね、覚えましたよ。どう見ても俺コラッタだろ、コラッタ。コラッタの中国表記よりコラッタだわ、こいつの方が。まあ、地割れはさすがによな。さっきとんでもねえ地割れぶち当てたけどね。
まあ自信かな、一応最大打点取っとこうか。よいしょ。まあ晴れてるし、あのアクアブレイクで、まあ、変になんか弱歩とかでもあれなんで、もうここは自信でいいと思います。男だったら地割れでもいいけどね。さあこれで、あ、食べ残しか、まあ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 、とりあえずええわ。食べ残しだったらもう直帰でもないから、ストリンダーで落とせる気はする。ただ S 負けてるかな。 S 関係わかんねえこれ。グラードンって S 振ります？僕がグラードン使った時はほぼほぼ振らずに爪でしたけどね。むずいのよな。でも普通なら振るか、多少は振ってそうなんだよな。まあここはちょっとノーマルテラス爆音波で、まあやっぱ S 負けてる可能性あるんで、その場合は断崖の剣怖すぎる。あとそもそも多分テラスしないと落ちなさそう、グラードン。さあ行ったれ。ノーマルにすれば耐えると思うけどな、弱点消せば。あーやっぱ負けてるな。耐えるよね、耐えるよな。あーオッケーオッケーオッケー、いいね。ストリンダーほんと地味耐久あるからね。まあちょっと振ってきてるのもあるしね。よいしょー、オッケー、ナイス、いいパワーだな本当に。まああとはラスト次第って感じだね。誰がいるんだろうな。うわ、なんかクレセっぽいけどな。クレセだとしたらどうなんでしょうね、負けるんですかね。さあ誰が出る、誰、ジャキ、あー、ジャキってゲンガーなんだ。うわ、タスキなら負けっぽいな、それタスキかな。これバックもあるけど、あー、よかった、バックしなくて。そうだね、ここシャドーブ打てないからヘドバックかなと思ってバックもありでしたけど、でもヘドバック、そうだね、こういう時危なかったな今。出したら負けだったかもな。じゃあこれでネクロズマで、うわー、どうしようかな。もうでもトリルする意味もないもんね別に。まあフォトンゲイザーでタスキじゃないことにかけましょう。アクハオ、よしよし、スカーフかこれ、動けよ。弱点OK、多分あんま関係ない。ひるむなよ、さすがにひるむなよ。シャドボ打たないってことはスカーフっぽくない、なんか多分だけど。ひるむなよ、あ、オッケー、ナイス。多分タスキじゃないでしょ、だシャドボ打つもんね普通。あ、オッケー、ナイス。そりゃタスキじゃねえよな、多分スカーフだったんでしょうね。スカーフかメガネかもしれません。オッケー、